吉田さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。どうも。あ、皆さんこんばんは。コメントありがとうございます。こんばんは。今日もジャラジャラしてんだ。そうなんだよ。なんか最近あれですね。矢継ぎ早にいろんなことがあって。そうですね。そうですね。いや、あれなんですよ。久しぶりの LA 出張、はい、あの30秒ぐらいのために、いや、まあ、打ち合わせもしてたんですけど、もちろん、してたんですけど、あ、予約してくださった方いる。どうぞ、うん。あそこをね、用意してくださったっていうことにね、ものすごく感謝とね、リスペクトをしていただいてる、感じたので、大変ありがたかったですね。途中とかじゃないからね、最後ですからね。ダメみたいですねって言われて。まあ、もう開かないやつに言われたくないんだよな。それはそう。いや、ないと思ってた。ノミネートされましたよっていうのは、はい、事前に聞いてはいたんですけど。去年引き続き、ベストオブベストコミュニティサポートと、ベストオブゴーイング。まあ、一度去年いただいてるから、はい、まあそうは言ってもなと思ってたら、なんかでもちらっと見たら PGA で2年連続受賞1タイトルでいただいてたっていうのはですね、結構東京ドームさん側も乗り気でいてくださってですね、はい、なんとか確保したいからギリギリまで日程調整させてくださいと言っていただいててですね、それで前回ね、はい、欧米に合わせては発表できなかった。いや、だいたい UI も含めてこんな感じだから、はい、残ったポロリを大公開しつつ、お願いします。ミニオンも紹介するか。あ、いいですね。今回一体成形のハウスが、はい、久しぶりにあるので、和風温泉宿っていう今回はテーマ。ワークってついてるってさ、なんかこうね、その手の斡旋所みたいな感じ。ってないんですけど、まあ、僕らから皆さんへの感謝の気持ちっていうのも含めてですね、日本のファンフェス東京ドームでこう派手にね、派手にお祝いして、皆さんと一緒にねお祝いしていきたいと思ってますんで、はい、ぜひご期待ください。なんでこうイメージとしてはこう、うん、来年1年がこう、ね、10周年イヤーを行って、で24年1月の頭で、ね、集大成になるんじゃないのみたいな。